すいません、旅行から帰ってきてちょっと第2弾の動画ということにします。やっぱ1週間ほど自宅を空けてたんで、大和さんだったり佐川さんだったりがね、帰ってきたことを嗅ぎつけて、もともとね1週間ぐらい空けるんで、荷物ストックしといてくださいって言ったんですけども、ちょっとこの日に帰ってくるのを知ってたんで、今たくさんね配達屋さんがね自宅の方に来られるんで、ちょっとまた動画が止まったら、すいません。で一番心配だったのが、ここの船ですね、こっちがドラゴンスケールランチの稚魚なんですけども、このピンポンパールですね、こいつらだけが一番心配でしたね。多分ですね、で一応この子たちは数が多いんで過密だったんで不安だったんですけども、しっかり苔の方を飼育水内に生やして、で浸水で、1週間空けたんですけども、多分ですね、これだいぶでも色上がってきたな。もともと色がついてない子たちもたくさんいたんですけど、多分僕が飼ってる経験の中で意外とピンポンパールが一番気性荒いんですね。腹減ったらガンガン一緒に飼育されてる金魚をですね襲い始めるんですよ、ピンポンパール。これはその自分だけの見解なんですけど、僕の経験上一番気性が荒いです。そういう意味ではこのドラゴンスケールランチなんかみんなで仲良くね、優雅にこの1週間過ごしてね、元気に育ってるんですけども、こいつらに関してはですね、多分パールっていうこともあってパール鱗ですね、鱗がまん丸っていうこともあって餌に見えるんでしょうね。結構つつき合いが始まったり、お互いの目をですね食べ合うんですよ。なんかいねえかな。本当にピンポンパールって可愛いんですけども、なんか一番どう思うなようにも、そういう状況にしてしまった場合ですね、お腹を空かせたりしてしまうと、今見えますかね、こういうのをもしかしたら食べられちゃった子かもしれないですね。お腹が減って見えますかね。で今見た感じ、その下、ですね、ちょっとあんまりちょっと苦手な方はあれなんですけど、こうやってちっちゃい子とかやられてますね。見えますかね。もうちっちゃい子なんか餌食になったら両目がないんですよ。両目ないの分かります。もうこれかわいそうなことしてしまって申し訳ないんですけど、両目がなかったり片目がなかったり、特に成長が遅くて体がちっちゃい子っていうのはもう大きいやつに目をですねパクパクパクって食べられます。あといないかな。でも思ってたより、ほらちっちゃい子、もうちっちゃい子を探すのが早いですね。ちっちゃい子、ほらこれもそうです。もう目がないですね。両目目食べられてます。っていう感じで、ちょっとね難しいんですよねピンポンパールは。でそうならないようにこの船だけは苔もですね、他の船よりもびっしり多くして。なんで留守番フードっていうんですかね、普通の餌じゃないんですけど4日間か5日間持つ白い塊のような留守番フードを入れて持っていったんですけども、なかなかねやっぱ多少何匹かですね犠牲になってしまいますね。そういうことが起きないように対策は取ってもこういうことが起きてしまいます。で青水対策、多分一応これを引いてたんです。ここ日当たりが結構いい場所なんで、午前中はですねこれをですねぎっしり引いて1週間空けてた分、水はですね安定してますね。あと1日ぐらい伸ばしても全然いい感じの水は完全に出来上がっていい感じですね。帰ってきたらすぐこっちに移動しようと計画してたんですけども、そんなことをせんでもあと1日ぐらい持つんじゃないかっていうような感じですね。こちらも同様です。これがですねもう日当たりがガン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 いいんで苔も一気に成長してきて、
でも完全にもう濃い青水とかになってくるとですね、もう酸欠でやられてくるので、よし、この子もですかね。あ、どっか行った、どっか行ったっていう感じですね。あとは大丈夫かな。トラブルというとそこぐらいですかね。で、この中にいた もともと観賞用の水槽の子たちは、まあ、元気に生きとります。ここに、あら、キャリーどこ行ったかな。キャリー子、キャリーピンポンパールがいないです。あ、ここいますね、ここいますね、キャリーピンポンパール。ここはもう元気ですね、一匹も落ちることなく。ただやっぱこの稚魚水槽なんかはもう水がですね、もう蒸発しきって、これ酸素がいってないんで、まあ1週間がね、おバカでしたね。だけど1週間空けるんで、これせんどけばよかったのに。これで古水孔を出すんですけども、これしてる分水が外に行くんで、あ、でもあれか、雨が降った時のためにのあれやけん、今回偶然1週間雨が降らんかったけん、こういうことになってるんですけど、もしね、雨が毎日スコールですね、夕方雨が降ってたらやっぱこれが役に立ってくるんで、その辺が難しいですね、つけるかつけないか。今回の1週間の旅行に関しては、こいつをつけてたことで酸素が行き渡ってない子もいましたけども、まあ、それでも酸欠で死んじゃってるっていう子は一匹もいなかったですね。という感じで今ざっと見た感じ被害はそうなかった。このやっぱピンポンパールのともぐい以外は被害はなかったのかなと感じます。